あのその硫黄の後水蒸気を利用してこういうのから香料を採取していました。島からの手紙っていう映画を見たかったの、はい、それで渡辺謙が演じてた栗林中将、陸軍を統括してたんです。栗林中将が潜伏してた郷になるんですけど、大体郷っていうのは人工的に人がこう手を加えて開けた穴を郷って呼ぶんですけど、今から向かう兵団司令部号は元からあった天然の洞窟を利用して建てられた号になります。というのも戦時下において一番大事なことっていうのは通信手段なんですよね。でいち早く潜伏して通信手段を取るっていうわけで、その統括してた栗林中将は先にそういう天然の洞窟を利用してそこに潜伏してそこで通信が取れるようなという形を。昔総延長253メートルあったんですけど、結構なここの火山特有の隆起現象で落盤とかしてましたけど、実際今通ってるじゃないですけど、その前に道路が走ってるんですけど、それをこう通り越した長いトンネルになってるかもしれないです、ですけど今はもうその落盤でほぼどこにつながってるかっていうのはちょっとわからない状態。今もちょっと落盤する恐れがあるので、今回もちょっと入り口だけ見ていただくという形になっています。あと発見された中で石式ろ過装置、ろ水装置っていうのが、要は水を作る道具なんです。さっきも話したと思うんですけど、ここ要は池もなければ、川もなければ池もないで、唯一使えるとしたら雨水で、水を溜めたとしても、もう地面には硫黄の成分があるのでですね、水がすぐ悪い水の方になっちゃうんです。で、その水をろ過、ろ水するための装置として石井ろ水装置というのがありました。